はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日クリスです。今回は非常に珍しいおまけを入手したので、それを紹介していきたいなと思います。初めて見るんじゃない？これ。こちら。はい。謎のドラゴンのストラップ。ということで、実はこれ、フェランデのおまけの元ネタなんですよ。これね、全く同じ造形のおまけがあったんですよ。こんな感じで、元ネタはですね、表面がこうキラキラしてるコーティングになってるという感じですね。はい、こんな感じで、これさ、一見本当に分かんないよね。これがフェラムネのおまけの元ネタだなんて誰も思わないと思うし、でここにね、あのチャイナのマークがあるんで、まあ、中国製のおまけなんですけども、なんかこうおまけの造形的にもさ、いかにもなんかこう中国で作られた感があるんだよ。こういう竜とかドラゴンってやっぱり俺中国のイメージが強いから、なんかこのいかにもチャイナのマークが似合ってる玩具というかね、だから俺これ好きなんだけどさ。でお次はこちらの造形のドラゴンですね。なんかお土産屋さんで売ってそうだもん、普通にこういうの500円ぐらいで。うん、すごいよね。これは同じ造形ですね、このオレンジ色のやつと。でまあこちらは先ほど紹介したこの水色とオレンジ、これと同じ造形になりますね。でこの造形なんですけど、まあここの首元のところに、はい、こちらですね、チャイナの刻印があります。こんな感じです。でまあこうご縁があって、まあ、4つ入手することができたんですけども、これはなかなか貴重なんじゃない？そもそもフェラムネのおまけの元ネタとして今紹介してるんですけど、これのフェラムネおまけ版が珍しすぎて僕持ってないんですよ。でなんか普通フェラムネのおまけ入手して、それでその後元ネタを入手して、はい、これが元ネタですって紹介するのがなんか正解だと思うんですけど、もうこのフェラムネのおまけ版がね、珍しすぎてね、ちょっと入手できてないと。で先に元ネタを入手したっていうね、あまり見ないケースなんですけども、はい、こんな感じで、これ俺好きなんだよね、かっこいいから。こんな感じでございました。今回はこちらの昔のフェラムネのおまけのこのドラゴンのね、ストラップの元ネタを紹介しました。これは本当に珍しいよね。うん、もうなかなか入手できないと思いますよ。フェラムネのおまけって全種類元ネタあんのかな、昔のおまけって。今のおまけはコリスさんが考えたやつだろうけど、ちょっとわかんないよね、本当に。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。 Twitter、インスタ、セカンドチャンネルやってます。詳しくは説明欄に記載してます。